そう、これやばそう、もうやばそうな挙動してる。ちょっと待って、危ないよ。よいしょ、大丈夫？なんかおかしいことが起きたな。今おかしい挙動起きたよね、絶対だよね。はい、ということで前日の結果からまあ、表示していきます。今回もスタートですね。はい。いや、はい、ということで、どうもよろしくお願いします。なんだ、グダグダだ。よっしゃ。まあ、クッキングシミュレーターやっていきたいと思いますと。うん。前回ね、あんだけいろんなもの買ったりしたけど、経費はね、まだプラスだったんですね、前回でも。うん。おっと、今回は査察があるらしいですよ。いやー、評論家がっちゃう。まあ、新しい料理を作れるようになりましたね。何作れるようにする？これ。スープ。ガスパチョ。何それ？ステーキが言えない。ステーキ、フライドポテト添え。フライドポテトはもうなんか新しい、あれだね。フライヤーを使いそうだね。うん。いやー、まあ、これ自体はでも簡単なメニューっぽいな。メニュー自体はすごい簡単っぽい。いやー、こっちも、普通にスープかな？いわゆるスープだね。うん。あ、でもこれ冷製スープなんだ。冷えた状態で提供するんだ。ガスパチョっていうものをちょっと僕が存じ上げてないんですけど、フードプロセッサーね。フードプロセッサーで混ぜて、なにこれもなんか、面白そうな料理ですね。こういうのがあるんだ。はい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 。これいいね。ちょっといいな。にゃー。なに？いいじゃん。これは中華風かき玉スープ。卵を割ろうとかいう難しそうなこと書いてるな、これ。これも面白そうだなぁ。卵を割ろう以外のところはでも簡単なんだ、多分これ。卵の混ぜ方はしかもフードプロセッサーなんだ。むちゃくちゃだね。卵をフードプロセッサーで混ぜることある？僕はやったことないです。春玉ねぎの漬けは、あ、そういうのもあるんだね。はい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 。春玉ねぎを、葉っぱ、え？何これ、どういうこと？分ける春玉ねぎ。カット。春玉ねぎの。難しそう。どうしよう、これ。どうしようかな。僕、ガスパチョが気になってるよ、ちょっと。ガスパチョ言っていいですか、ガスパチョ。ガスパチョにします。全部欲しいよね。全部アンロックさせて欲しい。まあ、とりあえず今回ガスパチョやりまーす。はい。12日目。OK でーす。はい。いろんなものアンロックしたね。OK。準備フェーズです。準備フェーズの間にちょっと、新しく手に入れたものをね、出しておこうか。にゃー。まあ、でも、キュウリとかは普通にそこら辺で拾えるから多分ほっといて。あ、今日ボルシチだってさ。あの冷えたボルシチ大丈夫？評論家にちょっと冷えたボルシチ出しまーす。オッケー。いや、今からもう電子レンジ入れちゃって、めちゃくちゃ温めとこっか、今から。それができるのかどうか、今のところうまくいったことはないんだけど、今の段階から、こいつを電子レンジにぶち込んで、めちゃくちゃ一生温めとこう。もう、電子レンジ壊れるぐらい温めちゃおう。それでワンチャン出せるかどうか、やってみたい。こうして、どうしたらいいんだろう、これ。よくわかんないね。パワー吐いて、パワー吐いて、タイマーはもうゴリゴリに行くよ、僕はもう、今回。これで、もう、3分？いや、もっと行こう。これで、もう入ってる？スイッチ。あ、待って、常にオンだったかも、僕、これ。ガーッとタイマーかけて。待って、タイマーかけて。タイマーを押した時点で、回るのか、これ。オッケー、よかった。そういうことね。で、はい、で、4分ほどかけて放置します。絶対やばい。良くないと思うけど、知らん。ちょっと料理評論家にあれを出してみます。まあ、テストも大事。そういうテスト大事。
オッケーオッケー。うん。ということで、さっき言ってたやつ。オリーブオイルはもうあれです。ワインビネガー。ワインビネガーをちょっと買っとかないとすぐに用意できないかな？うん。ワインビネガーを買っておきましょう。他の食材はこの辺に。パンすごいな。パンすごいな、なんか。いや、キュウリでかいし。うん。にゃー、海外サイズって感じです。にゃーで、ワインビネガー。ワインビネガー安いね。1なんだ。1何だかわかんないけど、1キャッシュ？にゃーと、ワインビネガー買いました。ワインビネガーはまあこの辺に置いといて、もう、作っちゃうか、このスープ。一回作っちゃおう。フードプロセッサーに入れる、キュウリ、トマト、ピーマン、ニンニク、もういっぱいある。わかんない。フードプロセッサーそもそもどれ？これだよね。オッケー、ここにぶち込みます、もう。言われてるやつを。準備フェーズをスキップする画面が出てるからわからん。ちゃんと見ていかなきゃいけないんだ、これ。しんど。置いて。にゃーっと。キュウリ320、トマト360。はい。まあ、それから、ちょっと一個ずつやんないと覚えれないよ。キュウリを320。2本だね。キュウリ2本と、トマトを360。3個のはず。はい。で、あと何ですか？にゃ。にゃ。赤ピーマン480、ニンニク20、パン150。480、20、150。オッケー？赤ピーマンを480。よいしょ。2個だね。赤ピーマンこれ1個240もあるんだ。でっかいね。で、パン105、パン150半分じゃん。ちょっと待って。そういうの聞いてないや。ニンニクは、ニンニク1個10なんだ。ちょっと待って。じゃあ結構いるもん。20だっけ？何個？もう覚えれない。ダメだ。一気にやろうとすんの、ほんとダメだ。ニンニクは2個でパンは半分。パン半分とかいうのちょっとマジでやめてほしい。何それ、ほんとに。でもこっちに一個ずつ持ってきちゃった。ニンニク。ニンニクってそのかけらなんだ。一個それなんだ。この、丸で持っていくんじゃなくて、むしるのね、その、一辺を。にゃーで、パンを切らなきゃいけない。パン半分にする。パンがなんか300なんで、これ。150に切ります。よいしょ。まあ、綺麗に切ればいいでしょ、気合で。にゃー。ビューン。時間が。遅くなりました。はい、ドン。これでいいんじゃない ?142 と 158。まあいいでしょ。まあ誤差です。フードプロセッサーにぶち込んで、これも回せばいいの？混ぜ合わせて、オリーブオイル、ワインビネガー、塩、胡椒。オッケー。うん。で、僕分かったことがあるんだけど、こんな時こそこいつの出番だ。鍋を使ってないからね、今回は。ここに入れるのがちょうどいいんじゃないか？よし。これを、うん。フードプロセッサーのままで置いといてもいいのかもしれないけど、今後フードプロセッサーを使うかもしれないからね。はい、オン。ユイーン。オッケー。いいね。もうストップ。はい。できました、フードプロセッサーで。なんか、にゃーっと待って。縦に移動して、回転。綺麗にいける？オッケー。なんか若干こぼした気がするけど大丈夫かな？あ、若干なんか入ってた。あーだよね。そこになんかちょっとこぼ、ん？どういう状態ですかそれ。あ、待って。はい。縦移動します。にゃーっと。もうこれどうしようもないのかな？このフードプロセッサー洗うしかないか。単純に。いやーもう、ちょっとわかんないから、これ、ゴミ箱に。あ、ちょっとしないで！いやー、ゴミ箱入れたら捨てれると思った、中身だけ。フードプロセッサー捨てんのか。やっぱ、そうなっちゃうか。フードプロセッサー買いましょう、コンテナ。高いし、結構。もう、ちゃんと水で洗わなきゃいけなかった。まあ、いいでしょ。で、フードプロセッサーから出したこいつを、はい、こぼしてない、大丈夫？置いて、うん。時間は？まだ1分ある。オッケー。あ、電子レンジ鳴った音か。どうだろうこれ。どう？スープ。わからん。何もわかんないけど、まあ、いいや。さらに追撃しとこう。にゃー。
まあ、もう、熱々で出せば問題ないでしょ。多分。よし。はい。あと3分ぐらいやっちゃいましょう。で、残り30秒。残り30秒で完成させれるか？オリーブオイル30、ワインビネガー30、塩コショウ10、10。OK？ オリーブオイルと、はい。いやーと、オリーブオイル、注ぎ込むよ。オリーブオイルを30。30。もし、OK、OK。そう。いやー、こけてる、こけてる。よいしょ。ワインビネガーを30。うん。よいしょー。はい。OK、完璧。で、塩コショウ。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9。え？ 10 だっけ？ 10 でよかったよね？わかんない。まあいいや。はい。回転したらしいけど。メニューは、あ、かぼちゃのやつですね。OK。10だね。塩コショウ10入れます、とりあえず。先にこれだけ完成させとくね。ちょっとね、怖いからね、後になると。うん。にゃーっと。はい、ポン。OK。で、OK ですと。あれはもう、出来上がってるから、これを、あ、ここのスープゾーンに置いておくと。OK です。うん。で、チキンとかぼちゃのシンプルなシチュー。まあ、こちら作っていきましょう。これもそろそろカットしていいかな。ひまわりオイル15ちゃんと入れるとこだけ。映して、カットしますか？なんだその微妙なちょっとちゃんと映すところはって感じで。よいしょ。にゃーん。これを15入れて。にゃーん、入れすぎた。はい、絶対ひまわりオイル多いって言われまーす。用意してたかぼちゃが切れちゃいましたね、これで。これでラストかぼちゃなんで、かぼちゃまた切らなきゃいけません。うん。で、とりあえずこれを、1分40秒かな？何秒だっけ忘れてたけど、まあ、とりあえず置いときます。そうだね。1分40秒ですね。あとはもうこれ出すだけなんで、OK でーす。さあ、かぼちゃができたら終わりかな。鶏もも肉をもうだけ出しとこうか。うん。かぼちゃが焼き上がったら、火を止めて、はい。これを全部お皿に移して、はい、はい、はいとして、置いて、この中身を、お皿に入れて、オッケー。絶対ひまわりオイル多いって言われるんだけど、とりあえず完成したんで、出しちゃいましょう。はい。どうでしょうか？ほい。まあ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 、とりあえず4点、まあ4点何個かあるから、オッケー。まあ絶対そうだよね。ひまわりオイル多すぎ。かぼちゃ切んのが下手くそ。で、混ぜ物が、測り間違いは多分ひまわりオイルが多いから、多分冷えてるのも量が多いからかなと思います。うん。まあ、仕方ないね。オッケー。で、かぼちゃを切っていこうと思いますが、うん。いやー。あ、次の料理が。あ、ハムだ！来た！ちょっとかぼちゃ切ってる余裕ないぞ、これ。ちょっと待って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 。よいしょ。かぼちゃはもうとりあえず適当に置いといて、かぼちゃポイポイして、このゴミとかは捨てといて。出た、ハムだ！ちょっともう僕の天敵撃っちゃった。やりますよ、もう今度こそ。今度こそやるよ。オーブン皿にハムを買って。いや、頑張ろう。ハムいけるかな？わかんなすぎるんだよな、ハム。ハムここじゃないや。ハム、ハム、ハム、ハム。ハム購入。さあ、頼むよ、今回こそ頑張ろう。天板に置いて。置いて、メニューを見よう。ニンニク、ローリエ、オールスパイス、黒胡椒。うん、やっていきます。いやー、本当にこいつだけはわかんないんだ。ニンニク40かけまーす、まず。はい、はい、と。はい、はい、はい、はい。オッケー。で、はい。ローリエ8。ローリエー、はい。いやー、1、2、3、4、5、6、7、8。オッケー。まあ、ちょっとですね。1個ずつしっかりと。本当にレシピ通りやるよ、ちゃんと今回。オールスパイス15。オールスパイス15。うん。1、2、3。オッケー。はい、と。で、黒胡椒18。黒胡椒18。
オッケー、手、めっちゃ長い。よいしょ。1、2、3。よし、これこそ18。ここのところ、今のところ大丈夫よ。今のところ大丈夫。で、蜂蜜120と白ワイン200をかける。蜂蜜120、白ワイン200だよ。蜂蜜120、もうこれ全部だ。よいしょ。にゃーっと。これ難しいんだよね。もうちょっと上にするか。打点高めから、しっかりと全体にかけていく。にゃーっと、もう一気にぴょーん。120。オッケー。あ、こぼれた分でちょうど120かかったね、本当に。で、まあ、この瓶はもう捨てよう。よいしょ。パリン。あー、めんどくさいことになった。もう、変な捨て方するから。よいしょ。にゃーっと、珍しくその場で拾ってる。あ、微妙なかけらがある。微妙なかけらがある。微妙なかけらがむずい。オッケー。よし、オッケー。で、白ワインちょっと足りないんだよね、確か。白ワインが200なんだけども、ここには90しかなくて。これはかけちゃおう。94かけちゃいます。94かける。はい。ドボ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 。いい感じだと思うよ、とりあえずあれも。いやー、綺麗にね、全体に94かけて。よいしょ。これはね、ちょっとね、ちゃんとこっちにしてましょうね。よいしょ。で、ここで、ハムを裏返すとかいうテクニックまで使っちゃおう。本当にそれが意味なのか、あんのかわかんない。ここに白ワインかけるよ。いやー、白ワイン、買って。白ワインを、残り106。この裏側からかけていきましょう。よいしょ、かける。にゃーっと。よいしょ。あ、いい感じに。綺麗にできるんじゃない？これで。まあ、裏側は、あれがかかってないけど、蜂蜜かかってないけど。にゃーっと、ハムにかかってる白ワインの量がちゃんと出てるから、ちゃんと200かければ OK だね。よいしょ。あー、ちょっと早かった。にゃーん。よいしょ、3だけかけて。よいしょ。はい、オッケー。まあ、完璧。本当にレシピ通りだよ、これ。はい。で、こいつを100秒焼く。いいよね、それで。それでいいんだよね。いや、もう怖いなー。とりあえずこれを100秒焼きます。もう、わからん。いやー、入れて。はい。この機械さ、他のボタン意味あんの？なんか。他のボタン。なんもないね。じゃ、これはもう本当に100秒焼くだけだ。やっぱ。もう言われたことをやるだけだから。何も知らん。間違ってない。絶対合ってるもん。なんでこれで怒られるのかわかんないもんね。本当に。やったよね、ちゃんと。やれることちゃんとやった。あと、粗挽きニンニクを忘れずに、カットを150ピースちゃんとする。オレンジはある？オレンジはまだあるね。このオレンジを使おう。よし。まあ、ローズマリーも1枚と。オッケーオッケー。大丈夫です。これでいけます。小皿でいいです。小皿に、もう、オレンジを置いちゃって、30の。ここにローズマリーも置いちゃって、よいしょ。あとはここにハムを置くだけで完成です。いや、完成のはずです。わかんないです。いやー、今までこれで何度も失敗してるからね。難しいよ、このメニューは。とりあえずでも、あと出来上がるまで待機しておきまーす。さあ、焼き上がったはずです。これで大丈夫なはず。もう書いてる通りやってるもん。なんか明らかに半生だけど、言われた通りやってるから、これでおかしいって言われたらもう知らんのよね。いやー、とりあえず、ふりかけのこのかぼちゃだけ切って、いやーっと。これだけ切って、切れてる？ちゃんと。よいしょ。切れてない。いや、60でいいよ、かぼちゃ。はい。にゃー。この、僕の宿敵を、頑張って、処理しよう。さあ、このハム。よいしょ。いやー、こいつをとりあえず150に切ればいいんでしょ？いいはずなんだよね。いいはずなんだけど、わかんない。いやー、とりあえず、足を落としますか。
で、適当になんかそれらしく切って、150円のところを使います。にゃーっと。これはまあ端は置いといて、128はちっちゃい、98ちっちゃい、今回ちっちゃく切りすぎたな。140はまあ使っていいでしょ。うん。157も OK。もうこれでちょうどいいぐらい？むしろ。ないで。いや、これで間違ってないはずだ。もう、粗挽きニンニク。よいしょ。にゃーっと。はい。まあ、かけます。とりあえず、こいつらは。うん。粗挽きニンニクを。よいしょ。にゃーっと。はい。3グラムずつぐらいかければ間違いないはずなんで。1、2、3。1、2、3。よいしょ。はい。これで、OK でしょう。にゃーっと、はい。これでダメだったらどうしようかな。もうわかんないもんな、これ以上は。にゃーっと。やれることはやったよね。やってるはずだね。うん。やれることはやった。お願いします。どうでしょうか。いや、ダメだ。なんでですか。絶対加熱ミスってなるんだよ、これ。わかるよ。いやー、もうこれわかる人いたら教えてほしい。最悪、次までにちょっとググる。動画とか見ちゃうしかないかもしんない。このハムの作り方が本当にわかんない。もう、料理評論家ハムだけはやめてね。このハムはもう、捨てるか。もう、ダメだしね、多分。評論家、あ、出た。あ、そうだった。評論家ボルシチ出すんだった。待ってね。オッケーオッケー。このハムは置いといて、このハム、どうしよう。ちょっと温め直してワンチャン確かめる、今度。適当な相手に。さあ、このボルシチいきます。大量に温めまくった、このボルシチを。料理評論家にぶん投げて、どうでしょうか？でも普段から4はあるから、評価的に。まあ十分なんじゃない？いけるんじゃない？さあ。ダメだ、やっぱ冷えてる。レンジ、あのレンジゴミです。オッケー。うん。にゃー。まあ、とりあえず試験には合格ということで。はい、オッケーです。名声レベルは3になりました。はい、オッケー。